ミスター・ジョースター、それでは我々はこれで帰ります。一つ尋ねたい。わしの娘のことだが、ホリーの容体はどうだ。はっきり言ってくれたまえ。はい、言いづらいことですが、あまり良いとは言えません。体力の消耗が激しく、命は依然危険です。我々スピードワゴン財団の医師の診断では、もってあと2週間。時間がない。ちくしょう。それと、一つ情報があります。ん？報告によると、2日前、謎の9人の男女が、ディオが潜伏しているらしい建物に集まって、そして、いずこかに旅立った、と。ディオと9人の男女だと？何者かは分かりません。報告した者はその直後に殺され、屋敷もすでに空っぽとのことです。9人の男女の行方もつかめませんでした。それ以上の追跡はスタンド使いでない我々には不可能なことです。新手のスタンド使いか。いや待て、タロットカードに暗示されるスタンドはホルホースのエンペラーを除けば残すはワールドのカードただ1枚。このワールドのカードがディオのスタンドかと思っていましたが、アブデル。わからん。私にもわからない。9人だと。ディオのやつ、自分の首が新しい肉体にまだ馴染んでいないらしいな。ディオはプライドの高いやつだから、決して回路からは脱出したりしない。とにかく我々の回路入りを拒むつもりらしいな。やれやれ。残り2週間の間にあと9人か。ちょっぴり疲れるというところか。では我々はこれで旅のご無事を。ありがとう、ホリーを頼む。犬め、このウンドゥール様に感づきおったか。ち、惜しい。もうちょっとで捕まえられるんだがな。練習が足りないか。アスワンウェウェバイか。このハエのおかげでジョースターたちはこの地までディオ様を追ってきたということだな。